見て。トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒地だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。少し我慢して。
一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほどなぜ昔のように我に守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。 人眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。 モンドの流祭はこれで一件落着だ。 私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。
大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ヒヒこいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきた。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に。ああいつか私もそんな。おうん、そうだね。せっかく今回の件が無事片付いたのは。ふふん、礼なんていらないぞ。今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はな。後片付け？モンドに何かあったの？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛け、幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点が。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会ったと。そうそう、ああいった準備を怠ってたら。うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるよ。だから今回の件は。あいつらがヒルチャ。もしかしたらね。ああごめんね。そうだ、人参とお肉のハニーソース。今回の勝利をお祝いしておご。やったー、アンバーが忘れてても。私も人参と鹿狩りで待ってて。こ